はい、こんにちは、リビです。今回は日野自動車の不正問題を見て機械設計者として思うことということで、ちょっと動画は長くなるとは思うんですけれども、取り上げていきたいと思います。で、私機械設計者として7年間今まで仕事をしてきているんですけれども、日々ニュースでも取り上げられているんですけれども、日野自動車がですね、品質に関する不正をしていたということが明らかになって、それがちょっと大きな問題となって話題を生んでいます。ニュースを見ている方にはちょっと恐縮なんですけれども、何があったかっていうのをちょっとざっくり説明したいと思います。2022年今年ですねの3月4日にですね、日野自動車がエンジンの排ガス性能とか、あと燃費性能に関する試験っていう、そのデータをですね、不正していたっていうことが明らかになったんですね。で、日野自動車って何っていう人のためにですね、説明しておくと、トラックとかバスとかを作っているそのトヨタのグループ会社なんですよ。で、 CM でよくトン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 日野の2トンってやってると思うんですけど、その日野自動車ですね。なので日野自動車といえば、日野の2トンの2トントラックを思い浮かべる方も多いかと思います。で、日野自動車はですね、このトラックの業界だともう国内シェア1位の超大手企業なんですね。で、そんな会社がですね、その製品品質に関わるデータっていうのをちょろまかしていたと、そういうことが明らかになったわけなんですが、その不正がですね、たまたま起こりましたとか、たまたまやっちゃいましたっていう、そんなレベルではなくて、約20年も前から、そんなことが行われていたということで、それが大きな衝撃となっているんですね。で、3月4日に日野自動車のその不正問題が発表された後にですね、日野自動車の外部の人から構成されるその有識者の特別調査委員会というものが設置されてですね、で、その調査委員会によって調査が行われていったんですね。で、その調査の報告書がですね、この前の8月の2日にですね、関係省庁に提出されたんですよ。で、この報告書は全文の方がですね、300ページ弱と、本丸々1冊分ぐらいのですね、ものすごい量の報告内容がリリースされたんですね。で、現在この動画を撮影しているのが8月の5日なんですけれども、この報告書はですね、ウェブで無料で公表されているので、もう誰でも読めます。で、私もしっかり読み込んだわけではないんですが、さらっと読んだだけでもですね、ちょっとこれはひどいなっていうのが、正直な感想でしたね。で、やっぱり20年も不正が行われていたっていうこともあって、そもそもの企業文化とか風土とか体制とかにも問題があって、もうぶっちゃけ組織が腐ってると、そういうことですね。で、ここがですね、やっぱり一番注目を浴びているところですね。で、至って当たり前なんですけれども、こういう不正っていうのはもう完全にアウトです。ただですね、その部外者の人がこうやーやー言うみたいな、そういうのはですね、ぶっちゃけ誰でも言いたい放題言えちゃうと思うんですよ。ただですね、私はそういうなんかチープな動画にはしたくなくて、そうじゃなくて、この品質問題を受けてこう自分なりに深掘りをしたこととか、こう今までの経験を振り返って思ったことっていうのを皆さんと共有したいなと思って動画を作ることにしました。ということで、今回は日野自動車の不正問題を見て、その機械設計者として思ったことっていうのを話していきたいと思います。で、ちょっとですね、ワイドショー風になっちゃうのは大変恐縮なんですけれども、私大学院を卒業して最初の5年間は大企業のメーカーで勤めていたんですよ。で、今は転職して別の会社にいるんですけれども、その大企業に勤めていないからこそこう言える内容というか、大企業で勤めているのにこんな YouTube 撮影したら多分間違いなく消されると思うんですけれども、今の立場だからこそ言える内容っていうことについても触れていきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。で、まず日野自動車のその不正に関する報告書ですね、これ全文だと300ページ弱もあるので、もうしっかり読み込もうと思ったらもうヘトヘトになっちゃうんですけれども、個人的に一番注目したいのが、その約20年間のその不正の背景ですね。その20年間その社内の雰囲気とかどんなんだったのかとか、体制はどうだったのかとか、そこについてちょっと深掘りをしていきたいと思います。で、この内容についてはですね、その報告書の第10章従業員アンケートの結果っていう、そこの章で触れられているんですよ。報告書のページ数でいうと確か230とか、それぐらいだったと思います。で、何をアンケートにしたかっていうと、1つ目が不正につながった原因や背景は何だったかと思うか、で2つ目が今の日野自動車には何が必要だと思うか、
で3つ目がその他伝えたいことですね。この3つについて合計で9232人の日野自動車の従業員にアンケートを取りましたと。でそれを集計して代表的なその回答結果っていうのを掲載されているんですけれども、これ自動車業界以外の人も絶対見てほしいんですけれども、コメントの内容がめちゃくちゃ生々しいんですよ。で私も大企業での経験があるものですから、それを踏まえてこう見てみるとですね、正直言うとっていう驚きよりもですね、あーっていうなんかそんな感じでしたただまあ程度の問題まではわからないので、その私の経験と解釈一致かどうかっていうところまではわからないですけれども、でもちょっと私の経験を振り返ってもですね、なんとなく思い当たるようなところっていうのはちらほら見受けられたかなと思います。でいろんな回答結果がある中で、ちょっと個人的に気になったものをいくつか取り上げていきたいと思います。でまず最初の従業員の回答なんですけれども、開発評価に十分な時間がなく、うまくいく前提の日程しか組まれていない、また日程の変更に対して抵抗が大きすぎ、日程変更を申し出ると非難される。これ生々しいなってすごい思いましたね。で日野自動車ってまあトラックとかバスを作ってるメーカーさんですから、まあ、開発メインの企業さんではあると思うんですよ。で私はですね、開発をメインにしている企業では働いた経験がないので、ちょっとわからなかったんですけれども、自分の中での元々のイメージがですね、開発メインの会社っていうのは、まあ、開発って結構計画の変更とかが頻繁にあったりするので、そういうのに柔軟に対応する企業が多いのかなっていうふうに思ってたんですよ。なんですけれども、その日程変更に関するその抵抗が強すぎっていうのは、ここはちょっと意外でしたね。でちなみに私は請負いメインの会社で働いている経験が非常に長いんですけれども、請負いメインの会社ではですね、DQC っていうのをもうとことん叩き込まれるんですね。で DQC って何っていうと、デリバリー、クオリティ、コストで納期、品質、付加価値、コスト、まあ、これの略なんですけれども、この DQC の並び順が非常に重要で、請負いメインではもうとにかく納期が最優先だって、もうそういうことをもう新入社員の頃に叩き込まれるんですね。でここの詳しい内容についてはですね、過去に機械設計ってどんな仕事っていう動画で解説をしているので、まだ見ていない方はぜひそちらをご覧ください。で請負いメインの会社でも開発のプロジェクトってあるんですけれども、で私その経験はあるんですけれども、まあ、どんな雰囲気だったかっていうと、まずその企画したその内容がですね、うまくいく保証はって絶対上の人に聞かれるんですよ。でこれどういうことかっていうと、うまくいく保証のない開発プロジェクトは絶対に通らないですし、それから通った開発プロジェクトはもううまくいくのが大前提なんですね。でこの雰囲気に日野自動車の雰囲気が似てるなっていうのがすごい意外でしたね。はい、続いてのアンケート結果に触れていきたいんですけれども、仕切り会議はフェーズ移行の移行管理項目達成率 100% が移行条件である、問題が残ったままでは次フェーズに移行できない仕組み作りをしていたが、実際にはそれは全く機能していない、問題が残っていて解決率が低い状態でも条件付き移行かという便利な文言を使い強制的にフェーズを進めている現状である、問題の代償にかかわらず次のフェーズまでには目標達成するという宣言のみで行われている、その宣言が履行されていなくても処分や指導は全く入らない、自分が入社してから移行会議には多く参加させてもらっているが目標未達で移行不可となった事例は一度も見たことがなかった。これもなんかなかなか生々しいなって思いましたね。でこれどういうことかっていうと、要するにここの目標を達成していなかったらまたやり直しなさいっていうのが本来の社内の掟だったのが、目標を達成していないのにまあ条件付きでっていうので次フェーズに移行しちゃってると、まあ、そういうことですね。でそれがもう常態化していると。でこの条件付きっていう単語はですね、たまによく聞く単語でしたね。であとよく聞いたのは特裁ですね。特裁って要するに特別採用のことで、
まあ、本来は NG なんだけれども、なんか何らかの理由をつけて、まあ、今回は OK にするかみたいな、まあ、それを特裁って言うんですけれども、それもたまによく聞く単語になってましたね。で、私思うのが、この条件付きとか特裁っていうのがもう一切認められないっていうのはちょっとやりすぎというか、まあ、実際にはその個々の案件ごとにその慎重に判断したりとか、まあ、協議の上で判断するのが必要かなと。で、その判断のためにお偉いさんたちはいると、まあ、そういうふうに思ってるんですけれども、ただもうここのコメントで挙げられている通りですね、その条件付きっていうのが乱用されていると、これは完全にアウトですね。で、こんなことしてたらもう品質管理が機能しなくなるのは当たり前なんですよ。で、この条件付きとか特裁の難しいところっていうのが、その1回認めると事例ができちゃうっていうところですね。で、大企業でよくあったのが、その過去と同じとか過去の事例と同じとか、なんか過去と同じという単語が出てくると、なんかその証人がガバガバになるんですね。裁判とかでも一度その判決事例が出てしまうと、もうそれがもうそういうルールだみたいな、まあ、そういうものだっていう、なんかそういう認識が広まる傾向があると思うんですけれども、まあ、それと一緒ですね。なので、ここすっごい揉めやすいポイントの一つだと個人的には思います。それから次のコメントですね。組織の在り方としては、プロジェクト推進においては品質保証部門が機能していないのではないかと思う。開発のステージなど要所要所で次のステップに進む判断を行う各マイルストーンがあるが、結局通過ありきで物事を進めすぎているのではないかと思う。もちろん多少の課題認識はしつつ、挽回策を検討しながら次のステップに進むこと自体は間違いではないと思う。しかしながら判断を行う上で、絶対に生産開始を遅らせてはいけない思いが強すぎたのではないかと思う。これも最初に申し上げた、納期とかスケジュールはもう絶対の死守だみたいな、なんかそういうところから聞けるのかなっていうふうに思いますね。で、これですね、後ほど私の方からしっかりコメントしていきたいと思うんですけれども、この品質保証部門、要するに品証って呼ばれている部門ですね、ここに対して思うところっていうのは私もまあまあありますね。で、品証の方なんですが、もちろん真面目に働いている方っていうのも私何人も見てきたんですけれども、まあ、ただですね、その私の働いてた大企業とか、あとはその知人伝いでその別の会社の品証についてどうかみたいな、そういう話になった時に、なんかあんまり良くない噂っていうのを、まあ、聞くことが多かったですね。では次のコメントなんですが、年功序列ではなく能力主義と言われる評価制度になっているが、能力主義といっても日野自動車では客観性のある能力評価の仕組みが確立できているとは全く思えず、ワンマンな権力者の主観で評価される仕組みである。悪い言葉で言うと、権力者の好き嫌いで評価が決まると昔から言われているのをよく聞く。このような評価制度の中で、担当者がもし問題を解決できないとか、開発日程を守れない等と報告した場合、こいつは能力が低いと評価され、昇格も昇給もされないことになる。また昔から、一度上司に嫌われたら二度と評価が上がらないと言われているのをよく聞く。で、これについてですね、まあ、私も大企業の時の、経験を振り返ってみるとですね、まあ、全員とまでは言わないんですけれども、その上司が部下に対する態度と、その上司の上司に対する態度っていうのがもう180度全然違うと、あれこの人二重人格ですかみたいな、もうそんなレベルで全然違うんですね。で、なんかそういう姿を見てるとですね、なんかこの会社ってその上司のご機嫌を伺いながら働く、そういう会社なのかなって、こうやっぱつい感じちゃうんですよね。で、これ年功序列の会社のすごい特徴なんですけれども、こう自分がこう仕事頑張って出世するぞっていう風になったら、必ず自分の上司と一緒に出世、もうこれがほぼ絶対ですね。で、これどういうことかっていうと、
まあ、たまにドラマとかでなんかこう自分の上司がダメ上司だっていう風になった時に、こう俺が仕事頑張って出世したらいつかあの上司よみたいな、なんかそういうところってあるかと思うんですけど、あの現実はですね、そんなことまず起こらないですね。で、明らかにその上司がその社内のコンプライアンスに反することっていうのをやらかして、その例えば左遷されましたとか、まあ解雇されましたとか、そういうことにならない限りはですね、いくらダメ上司でもその上司はそこのポジションか、そこから上のポジションにしか行かないんですよ。で、なんでかっていうと、例えば視聴者の方が出世したいよっていうふうに思ったら、その社内の評価っていうのを勝ち得ないといけないと思うんですけれども、その評価は誰がするかって言ったらその上司がしますよね。で、その上司はどんな人を評価したいですかってなったら、その上司が会社から評価を受ける上で都合のいい人を評価したいですよね。で、そういうことがあるので、自分が出世したいと思ったら上司と一緒に出世するとか、そういうことが求められるのが年功序列の会社なんですね。で、確かに私もですね、その日本企業でよくあるようなその曖昧で理不尽な評価制度っていうのはちょっと疑問に思うことっていうのはやっぱりあるんですよ。まああるんですけれども、じゃあジョブ型雇用にして、もう評価制度を明らかにして、そしたらうまくいくかっていうふうになると、多分うまくいかないような気はします。やっぱりこのアンケートのコメントにある通り、いくらこう実力主義とか能力主義だと言っても、多分評価制度がまともに作れないと思うんですよ。まあ、個人的には、まあ、そこまで流行らないんじゃないかなとか、まあ、あとはやってますと言いつつもなんかパッチ当てみたいな、要するに表面だけ能力主義だけど中身が全然みたいな、なんかそんな感じにしか落ち着かないんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、次のコメントなんですけれども、縦割りで事務所の業務のみにしか関心がない、全体最適での目線がなく目の前の業務に追われている担当が多い、また他部署から責められるのも嫌い、事務所の非を認めず事務所の言い訳のみを主張する方も存在する。で、続けてもう一つなんですけれども、助け合いではなく犯人探し、これもなんかよく聞く話ですね。で、大炎上しているプロジェクトって私担当したことあるんですけれども、で、大炎上している時の雰囲気の一つがですね、他の関係部署っていうのがもうみんな責任転嫁してくるんですよ。で、プロジェクトの問題って、まあ、いろんな種類の問題があるんですけれども、その関係部署の管理職とか課長とか部長とか、それぐらいのレベルの人もですね、その何かあったら設計が悪いって平気で言うんですよ。で、これプロジェクトの取りまとめを機械設計がやってるからっていう、まあそういうことから全部設計のせいにすればっていう、まああとは責任を認めてしまったら自分のキャリアに傷がつくことになっちゃうので、まあ出世に響いたりとか、多分そういうことがあるんじゃないかなと思います。で、これに対してですね、その時のマネージャーがもう関係部署にブチギレてたっていう光景をですね、まあ、何回も見ましたね。で、本来何かこうトラブルとか問題が起こった時って、そのみんなで協力して何とか解決へ導いていくっていうのがもう本来の姿だと思うんですけれども、まあ、そういう光景っていうのはあんまり見ないですね。で、もちろん設計側のミスも中にはあるんですけれども、いやそれどう見ても他部署さんのミスだよねみたいな、そういうのもあるんですが、何かにつけ結局設計が悪いって平気でみんな言うんですよね。で、結局どうなるかっていうと、その私がいた会社では設計か現場か公務、まあ、公務って要するにプロジェクトマネージャーの秘書みたいな、スケジュールの調整とか、まあ、あとは輸送業者さんとのそのやり取りとか、なんかそういうのを主に担当しているような、そういう方々だったんですけれども、この3社が大体パンクするんですよね。はい、続いてのコメントなんですけれども、我々はお立ち台と呼んでいたが、問題が発覚して日程内に間に合わないとなれば、開発状況を管理する部署の前で状況を説明させられ、担当レベルで責任を取らされることになっていた。続いてもう一つなんですが、全体的にお客様のためではなく、役員や条約のために仕事をしている。納期を守れないと怒られる。事情があっても寄り添ってもらえない。困っている人がいても役員や条約から言われた仕事以外には手を出さない、助けない、結構末期症状だと思う。で、これなんですが、さすがに大企業ではこんなことはなかったなと思います。ただですね、私大企業から転職して、まあ、ベンチャーのメーカーに移ったんですが、ベンチャーのメーカーだとぶっちゃけこんな感じですね。
で全員こういう感じだったっていうことじゃなくて、まあごく一部の方でしたけど、やっぱこういう雰囲気はあって、でベンチャーの時はスラックをよく使ってたんですけれども、でスラックって要するにチャットツールで、なんか LINE のグループチャットみたいな、なんかそんなイメージを持っていただければと思うんですけれども、なんかチャットを通してやり取りされている会話っていうのは、そのチャンネルというかグループに入っている人全員が見れるんですね。でそこのチャンネルというか、まあ、チャットの中でですね、何かこうミスとかそういうのがありましたって報告したりするとですね、あの一部のその責任者から、まあ、公開処刑に遭うっていう、あのそんな感じでしたね。でその公開処刑はもう夜中だろうが土日だろうがもう関係なく飛んでくると、もうそんな感じの雰囲気でしたね。でただですね、幸いにも私の場合は、あの困った時に助けてくれるっていう人はですね、あの周りにいたんですよ。そこは本当に救われてたなっていうふうに、あのこのコメントを見て思いました。まあただ私その後ですね、あの結局適応障害になっちゃって、まあ、休職することになっちゃったんですけどね。まあ今あの全然復活はしたんですけれども、はい、ここまでですね、その報告書の中で私が気になったところについて、まあ、コメントをしていったわけなんですけれども、ここからですね、あのその品質保証問題っていうところにちょっと注目をして、あの私の経験とかそういうのを振り返っていきたいと思います。でこの品質保証問題って、まあ、日野自動車以外にも過去にもいろんな会社であの発覚しているんですけれども、私が一番印象に残っているのが神戸製鋼の不正問題ですね。で神戸製鋼って何っていうと、これは大手の材料メーカーなんですよ。主に金属材料をあの作ってる会社だったと思います。でその会社がですね、2017年にアルミと銅の品質データをちょろまかしていたってことが発覚したんですよ。で当時まだ私大企業で働いていた時なんですけれども、このニュースを受けてですね、その社内の品証の方がですね、その全社員に向けて、まあ、あのニュースである通り神戸製鋼からこういうニュースが流れてきたと。で各部署にお願いしたいのが、まず部署で一人その担当を決めてくれと。でその担当の人は何月何日にどこどこ会議室に来てちょっと会議をしたいと、そういう通達を受けたんですね。で私のいた部署からは、あの私があのやることになったんですけれども、あの会議室に行くとですね、もう50人はいたかなっていうぐらい、あのいろんな部署の方が集まってましたね。でその会議で何をしろって言われたかっていうと、まあ、あのうちの会社で神戸製鋼の材料を使って作った部品はないかを調べろと、そういうことですね。で機械を作る上でその部品の種類って2種類あって、1つが購入部品、2つ目が製作部品、この2つですね。で購入部品っていうのは何かっていうと、例えばどっかのメーカー、例えばモーターメーカーとかからこうモーターを買ってきてそのままつけるだけみたいな、まあ、自分で特に作ったりはせず買ってきたものをそのまま組み付けるだけみたいな、そういう部品を購入部品って言うんですけれども、まあ、それについては今回は対象外としますと。っていうのも、そのメーカーからのリリースを待ちましょうと、そういう話になったんですね。で問題は製作部品の方ですね。でこれは自分で図面を引いて、その図面通りにその金属材料とかその材料を加工して、製品として作るっていう、そういうものなので、これを調べろと、そういうことになったんですね。でまずはですね、まあ、過去10年分ぐらいとかそんなんだったと思うんですけれども、アルミとか銅で作られている部品はないかっていうのを、あの全部洗い出せと。で洗い出した後にその洗い出したリストを作って、そのリストを調達部門に渡しましょうと。調達部門はその部品とか、あとは過去のその注文履歴とかを全部調べて、社内で作られた製品であればその製品はどこの材料メーカーから取り寄せた材料を使っているのかを調べるって、そういうことですね。でそれからもし加工業者に依頼をして作っているのであれば、その加工業者に問い合わせをして、一体どこから仕入れた材料を使って加工したんだっていうのを全部チェックしろと、まあ、そういう事態になったんですね。で問題を起こしたのは神戸製鋼ですけれども、まあうちの会社はそういうことをしないといけないっていうのは、まあこれは当たり前の話で、もしですね、その神戸製鋼から調達した材料を使った部品が原因で、そのお客さんに納めた製品が不具合を起こしたりとか、最悪の場合お客さんを怪我させてしまったとか、
お客さんに大きな損害を与えてしまったっていう事態になったら、これはお客さんの信頼をとんでもなく失う事態になってしまうので、もう絶対に対策しないといけないと、まあ、そういうことですね。でもしその不正によって大きな損害を与えてしまう可能性のある部品があった場合はですね、もう即座にお客さんに連絡して、ちょっとこういう事態ですと説明しなければいけないと、あわよくばその部品を自主回収したりとか、あとは無償で交換対応するとか、そういうことをしなければならないっていう、まあ、そういうことになったんですね。でこの作業正直めちゃくちゃ大変だったんですよ。っていうのもですね、まあ、過去10年分って言いますけれども、一つのプロジェクトで図面枚数が数千枚とかザラなんですよ。なんで他の仕事の片手間でやるみたいな、まあそんなレベルの仕事ではなくてですね、もう他の仕事は全部その課長に一旦丸投げして、で自分はもう図面ファイルの棚からもうごっそり10年分ドンとキングファイルを持ってきて、で机の横にこう積んでって、もう一枚一枚チェックすると、もうそんな作業でしたね。でそれをどうだったかな、10日ぐらいかかったかなと、そういう記憶があります。でこの時はですね、まあ、まだアルミとか銅っていうのがその不正の対象だったってこともあって、そんなに積極的にガンガン使うようなそんな材料でもなかったのでまだ良かったんですけれども、これが鉄とかステンレスだったらマジでやばかったなって本当に思いますね。で結果なんですが、結局私の部署からは対象となるような部品は見つからなくて、まあ良かったねっていう、そういう感じだったんですよ。まあ、ただよく考えてみればですね、私が10日間丸々かかった作業っていうのは、あの時会議室に集められた他の50人にも同じことが起こってるよなと。で他の部署では、まあ、不具合の状況どうだったかわからないんですけれども、まあ、少なくともとんでもない人件費は吹っ飛んだなと、まあ、それは明らかなんですよ。で大企業の正社員を雇うのに必要な人件費ってめちゃくちゃ高くて、で、まあ、ざっくり1人1日10万円としましょうと、まあ、これそんなに外れたような数字ではないと思うんですけれども、で1日1人10万円が10日間で50人、じゃあこれいくら人件費かかってますかっていうと、10万円かける10日間かける50人なんで5000万ですね。なのでこの不正の影響を受けた部品はないかどうかを調べるだけで、会社としては人件費5000万が吹っ飛んでるんですよ。5000万っていう金額ってもうとんでもない金額で、なんか中規模ぐらいのプロジェクトの受注額丸々1件分ぐらいなんですよ。なのでね、品質をちょろまかしたっていうその発表一つでですね、お客さんである我々はどれだけの被害を被ったかっていう、まあ、そこはねこの時すごい思い知らされましたね。で続いて2つ目のエピソードをちょっと話していきたいんですけれども、これはですね、私自身が品質問題でお客さんからクレームを受けたっていう、そういう話ですね。でこれ経緯を話すと、私の配属先の部署でその過去に納めたその機械っていうのがあるんですよ。でその過去っていうのがもう私が入社するもうずっと前の話なんですけれども、そういう製品があると。でそれの消耗部品について、まあ、お客さんからこう定期的にこの部品なくなったので何個くださいって、まあ、そういう連絡が入るんですね。でその消耗品って、まあ、いっぱい種類があったんですけれども、その全てがですね、なんかいろんな外注業者さんに作ってもらってたんですね。なのでそのお客さんからのその依頼に沿って、その外注業者さんにこう連絡をして作ってもらって納品するみたいな、なんかそういう仕事をもともと上司がやっていたのを、じゃあ今度からこうリビさんやってくださいってこう引き継いでやることになったんですよ。で仕事の流れとしては、まずお客さんから見積もりをくれと連絡が来るので、まあ、その通りに見積もりをまず作ってお客さんに出すと。でその後お客さんから その正式な発注があれば、その発注内容をもとにしてその外部業者に作ってくださいってお願いをするんですね。で作ってもらった後一旦うちに納品してもらうんですけれども、その納品してもらう時に検査成績書といって、ちゃんと図面通りの寸法になってるかとか図面指示通りになってるかっていうのを検査した証拠みたいな、なんかそういうのをつけてもらってたんですよ。まあ、あとはこう私が受け取った時にこうパッと見で大きな損傷がないかとか、あとは数は合ってるかとか、なんかそういうのをざっと確認してお客さんに納品するって、そういう流れだったんですね。でここでですね、問題があったのがワークをチャックするそのアタッチメントなんですよ。
で、どういうアタッチメントかっていうと、なんかとある形状になってるんですけれども、そこにそのボルトで取り付けられるような穴を2つ加工するんですね。なんでその難易度としてはそんなに難しい部品ではなかったんですよ。でその部品って結構お客さんで交換頻度が多い部品だったので、その1回あたりでもう何十個とか何百個とか、なんかそういう注文が入ったりもすることもあって、で私がその消耗品関係のその担当をしていた、まあ3、4年ぐらいですね、それだけでもうなんか数千個は納品していた、そんなような部品だったんですね。でそんな中ですね、ある時お客さんからクレームが入って、納品してもらった部品がボルトで取り付かないと、でどうなってるんやっていう、そういうクレームが入ったんですね。で一回その部品を返品してもらったんですけれども、見てみるとですね、もうボルトの穴が明らかにずれてるんですね。もう硬弱で測るまでもなく、もう目視でパッと見ただけで、あもうこれ全然あかんやんって分かるレベルで、もう全然ずれてたんですね。で間に商社さんが入っていてですね、その商社の担当の方がうちの会社に来て、こんな状況なんですけどどういうことですかっていうことがあって、まあ私がすいませんでしたってこう謝ったりしてたんですね。でそうこうしているうちにお客さんから結構ご立腹だったみたいで、ちょっと説明しに来いと、そういうふうに言われてますと、そういう連絡が入ったんですよ。でその時の課長は人柄のいい課長だったので、お前は今回はいいよって、俺が行ってくるよっていうふうになって、ちょっと謝罪をしてくるわって言ってくださったんですけれども、でその一方でですね、その部品ってとあるその外注の業者さんに加工してもらってた、そういう部品だったんですけれども、まあ、そこについてはどうなってるんやっていうのを私の方で調査することにしたんですね。間に商社の方が入っていたんですけれども、その商社の担当の方に一回連絡して、納めてもらった部品がこんなことになってますと、一度打ち合わせできませんかっていうふうにお願いしてですね、来てもらったんですよ。で会社に来てもらったらですね、その担当の方以外にもなんか 3、4人ぐらいですね、なんかなんとかリーダーとか、なんとか部長とか、なんとか課長とか、なんかそういう方々がなんかゾロゾロ来てですね、本当にすいませんでしたって、そういう感じでちょっと謝罪を受けたんですけれども、まあ一回座りましょうと、で打ち合わせをスタートして、でその不具合のあった部品のその実物をその打ち合わせで見せてですね、まあこんなことになってますよと、でこんなに加工をミスることなんてありえるんですかっていうふうに思ったんですね。で穴のピッチがずれるなんて、その入力したデータが間違わない限りはもう NC でなんてまずずれないですし、でその部品ってもう過去に数千個っていう単位で納品実績のあるような部品なので、なんでこんなこと起こったんだろうっていうふうに思ったんですね。でそしたらですね、いや実はつってボール板で一つ一つ手加工してましてっていうふうに言われたんですよ。みたいな、これボール板で一個一個上げてんのみたいな、なんかすごい衝撃を受けましたね。にしてもこんな目視レベルでずれてるって分かるレベルであれば、加工の時分かるんじゃないのっていう風に聞いて、もちろんその時検査成績書ってもらってたんですけれども、全数検査じゃなくて抜き取り検査だったんですよ。でちょっと商社さんを詰めてですね、これもしかして検査成績書上では OK でバレなきゃいいって思ってたんじゃないのっていう風にちょっと詰めたら、ぐぬぬっていう感じでしたけれども、でこういうことが続くと、うちの会社がそのお客さんに対してその信頼を失って仕事にならなくなると。なのでその商社さんに加工メーカーを変えてくれっていうふうに言ったんですよ。でそしたらその今までいただいてる受注金額でできるところが実はなくてっていう話をされたんですね。じゃあせめて抜き取り検査じゃなくて今後全数検査してっていう話をしたんですよ。でそしたらですね、それもできないっていうふうに言われたんですね。で実はこの部品って業者さんにとってはもうほぼ利益が出てなくて、でその上で全数検査なんてされたらもう仕事にならないんですって、そういうふうに言われたんですね。でこれについてもうちょっと根掘り葉掘り聞くとですね、もともとその私が担当する前の上司ですね、でその上司がその部品の手配とかいろいろやっていた時にですね、この部品めちゃくちゃ値切られたと。でその時にまあ値段交渉はしたんだけれども、もう泣く泣く受け入れるしかなくて、まあずるずるここまで来ちゃってるんですって、そういうふうに言われたんですね。で私その業者さんに発注してる金額とかも全部知ってますから、まあ確かにこの部品安いからあんまり利益出ないよなと、ましてや一個一個手加工で開けてたら人件費分を回収するのもかなり厳しいよねって、もう明らかに分かるんですね。さらにですね、その上司もですね、なんかやたらと業者を叩いて値切らせるみたいな、
なんかそういうところがちょいちょいあるなっていう、なんかそんな上司だったんですよ。だからその時に、いやもうそういうことするからこういう問題になるんじゃんってもうマジで思いましたね。で一旦じゃあその全数検査したらいくらになるのか見積もり出してくれって言って出してもらって、でそれを上司に持ってって、でこういう風になっていて、まあ、一つ提案として、あの値上げになるけれども、まあ、あの全数検査で品質を確保したいですけれどもこれでできませんかって相談したら、それはできないっていう風に言われたんですよ。でなんでかっていうと、その会社のルールで受けた仕事に対して利益は必ず何パーセント以上確保しないといけないっていう、そういうルールが決まってるんですね。なのでその値上げに対応してしまうとそこが守れなくなって社内で大問題になると、だからできませんと、でそういうふうに言われたんですね。でこういう話でも本当に厄介 で結局どういうふうに話が落ち着いたかっていうと、なんか全然別のプロジェクトで、まあ、ちょっとなら予算余ってるからなんか使っていいよっていうのがあったので、その予算を使ってその部品の検査事具を作ったんですよ。で今後うちの会社でこの検査事具を使って全数チェックをさせてもらいますと、でもし NG 品が出たらあのやり直してくださいって、そういうふうに商社さんに言って、あのそれを飲んでもらったんですね。でもう一つ良くなかったのが、この検査をするのって今までなぜか設計がやってたんですよ。で当初私若手だったんで、そのまあ設計でもこういうことをしないといけない時ってあるのかなって、そういうふうに思い込んでみたんですけれども、まあ、よくよく考えれば、まあ、検査って品証の仕事だよねって、まあ、そういうふうになったんですね。で今後はもうあの設計が検査するっていうことはなくしましょうと、まあ、品証にやらせましょうっていう、そういう話になって、まあ、品証で担当を決めてもらって、その方に検査事具を渡して、まあ、今後こういう対応を取ってねって、まあ、そういうふうな話に落ち着きましたね。でこの時思ったのは、もう最初からメーカー選定ちゃんとやったりとか、その適正価格でこう発注したりとかをしていれば、まあ、こんなことにならなかったんじゃないのかなって思ったのと、そのもう一つが、値段を下げるためにその外注先を叩きまくって値段を下げさせるみたいな光景ってかなりあると思うんですけど、もうこういう事態になりかねないので、もうあの本当にやめてくださいと、あのそういうふうに言いたいです。で3つ目のエピソードなんですけれども、これはちょっと品証の人たちのことについて話をしていきたいと思います。で真面目に仕事されているその品証の方には本当に申し訳ない話なんですけれども、あの社内とかあとは社外のそのエンジニアとこう話しているとですね、まあ、そういうの問わずその品証の仕事のずさんさってすごい聞くんですよ。品証って要するに自社が作った製品の品質を保証するというそういう重要な部署で、あのもちろん欠陥とか不具合とかおかしいところがあったらもう製造とか出荷を停止させる勢いでもう絶対ダメだってそういうふうに言わないといけない部署なんですね。でもしお客さんへの納品後にその製品品質に関わるトラブルが発生したら、まあ、自分が窓口になったりとか、まあ、自分が矢面に立って問題解決に全力を尽くさないといけないと、まあ、そういう部署なんですね。でちょいちょいリコールっていうニュース聞くと思うんですよ。まあ、一番多いのが多分食品とかかなっていうふうに思うんですけれども、でリコールって何かっていうと、何か商品を作ってそれがお客さんの手に渡った後にですね、実はその製品欠陥とか重大な問題を抱えていますってなった場合に、企業がもう無償でその製品を回収しに行くと、まあ、そういうのをリコールって言うんですね。でこのリコールって企業にとってはもうとんでもない莫大な金額がかかるんですよ。でそんな莫大な金額を吐いててもですね、企業が躍起になってその不具合品を回収しに行くっていうのはやっぱりお客さんのためなんですね。そのお客さんの信頼とかそういうのもそうですし、まあ、あとはお客さんを怪我させたりとか健康を害してはもう絶対にならないっていう、まあ、そういう思いがあるのでもう躍起になってあの回収しに行くんですね。でそれぐらい品質の問題って重要視されているんですよ。でそんな品質の問題に関わる重要部署である品証なんですけれども、でこれ私が大企業に行った時のエピソードなんですけれども、まあ、とあるプロジェクトでちょっと納品した製品の不具合が見つかったと、まあ、そういう連絡があったんですね。でその製品っていうのはもう設計から製作まで全て外注しているっていう、
まあ、そういう部品だったんですよ。でもちろん詳細図面はうちは持ってなくて、その外注先が持ってたんですけれども、まあ、一般的なメーカーはですね、あの図面くれって言っても、もう絶対に図面は渡さないっていう、まあ、そういうところが多いんですよ。なんでかっていうと、まあ、図面って要するに料理のレシピと一緒ですから、その料理のレシピさえ手に入れちゃえばですね、あのぶっちゃけそこの会社以外の他の外注先に これ作ってって言ったら作れちゃうんですよ。でそういう損害を受けるので、図面くれって言ってもまず提供してくれないんですね。なんですけれども、その時の起きたトラブルっていうのがもう結構影響がでかいっていう、その装置にとってはもう致命傷レベルの、なんかそういう大きなトラブルだったんですね。でもちろんですけれども、お客さんもカンカンに怒ってるんですよ。でいろいろ協議をして、もう泣く泣く図面を出させたんですね。で出してもらったら、もう明らかにおかしいところっていうのがあったんですよ。あ、絶対ここだわみたいな。でその部品ってアッシー品だったんですけれども、まあ、一度その不具合のあった部品を回収して、それを業者のところに持ち込んで分解点検しようって話になったんですね。で一個一個パーツをチェックして、他にもなんか損傷を受けてるとかそういうのがないかとか、もう全部チェックしようと、そういう話になって、で業者さんもそれは分かりましたと飲んでくれたんですね。でその持ち込む際にですね、そのチェックリストをあの設計の方で作って、分解点検でもしかしたらこういう問題があるかもしれないとか、ここが大事かもしれないから、あのちゃんと写真に残したりとかチェックしていこうって、そういうリストを作っていったんですよ。でこれ設計の業務じゃないのに、なんでそんなことしてんのって思うかもしれないんですけれども、請負いメインのそのプロジェクトだと、あのプロジェクト仕切ってるのは設計ですから、あのあらゆるトラブル、あの設計トラブル以外のもうあらゆるトラブルはまず絶対機械設計者の耳に入ってくるんですね。で設計が温度をとって、あのこうしよう、こう対応しようみたいな、そういうことが結構多いんですけれども、その時は、まあ、設計からあのチェックリストを作りましょうと、そういう話になったんですね。でもちろん私もですね、そのチェックリストを作るのを手伝って、あのそれを持って業者さんのところにその分解点検立ち会いしに行ったんですけれども、品質に関わる問題ですから、もちろん品証も行くよねと、そういう話になったんですよ。なんですけれども、なぜか品証が、いや行きませんって言い出したんですよ。でもちろんそのプロジェクトのメンバーたちは、はぁってなりますよね。いや、あなたたち品質を保証してくれる人ですよねみたいな、なんで来ないんですかと。いや、そうなりますよね。なんですけれども、いや嫌ですって、もう断固としてなんか来ないんですよね。で話を聞くとですね、まあ品証って、まあ、もうちょっと細かく部署が分かれていたりするんですけれども、まあ、そのプロジェクトの担当になったその品証の部門ってめちゃくちゃ評判悪かったんですよ。で私そのプロジェクトはあの設計応援という形で途中参加だったんですけれども、でなんかいろいろ話を聞いてるとですね、品証が全然仕事をしなくて、もうなんか検査とかそういうの話になってないと。なのでこう全部ではないけれども、もう実質設計がその品質をチェックする場面っていうのがあったと、そういう話があったんですね。でこれ会社のガバナンス的に考えたら、それ権限とか責任が分散してないからアウトやんって、まあ本当にそうなんですけれども、でもそこの品証の部門の仕事のできなさっていうのはもうかなり有名で、でその品証が適当に仕事をするせいでなんかトラブルが起こったっていうのもやっぱ過去にあったみたいなんですよ。なんかいろんな人に話聞きましたけど、みんな口を揃えてそういうことを言ってましたね。でだからもう仕方なく設計からみたいな、なんかそういう流れになっていたそうです。で品証も品証でそういう経緯をこう逆手にとって、こうなんか言い訳を聞くと、いやそもそも品証の仕事なのに設計が手を出してるんだから、これは設計が責任を取るべき仕事でしょと、そういうことを言い出すんですよね。でしかもその時担当だった品証の人って50代の管理職ですからね。なのになんでこんなめっちゃふてくされてんのってすっごい思いましたね。で結局ですね、どんだけ怒号を浴びようがその人全く動かなかったんですよ。でどうしようかなってこうみんなで悩んでたところでですね、たまたま食卓で働いていた70歳ぐらいのおじいちゃんが手を挙げてくれたんですよ。あ、俺がやるよみたいな。でその人話を聞くと、もともと品証で働いていた人で、しかもその50代の全然働かないおじさんの元上司っていう、そういう人だったんですね。でその人がいたおかげでなんとかこう品証からあの人を出しましたっていう、そういう事実が立てられたんですね。で私とおじいちゃんでその業者のところに行って、まあ点検とかそういうのをチェックしに行って、でその後報告書を仕上げていったんですよ。
でその報告書なんですけれども、あの品質に関わるトラブルなんで金賞からお客さんに書類を出さないといけないっていう、そういう社内ルールだったんですね。でもその時の品賞全く動く気がなくて、もう全然仕事をしてくれなかったんですよ。なので結局その報告書の中身は設計とおじいちゃんで作り込んで、品賞にはその報告書の表紙だけ作ってもらったんですね。でその表紙にその品賞のハンコの欄があって、中身を受け取ったら表紙をペラって載せてホチキス閉じてハンコポンって押して終わりと。で確かにこれめっちゃ腹立つんですけれども、あの品賞のことを立てないと、お客さんも納得しないので、もうそうせざるを得ないと、まあ、そんな状況でした。でそうかと思ったらですね、また別件でちょっと製品欠陥があって、でそれのちょっと対応しないといけないっていう、そういう事態になったんですね。で原因を見てみると、ちょっとやっぱ設計的に問題があるっていう、そういう判断になって、で設計変更をすることになったんですよ。でなんですけれども、その納期とか予算ももう限られているので、そんな中でその部品を作ってくれる業者さんっていうのがなかなか見つからなかったんですね。でなんとかこう見つけ出せたんですが、でそこの業者さんが北陸の結構事務所からは遠いところの業者さんだったんですね。でまあ注文書とかは郵送で送ったりとかするっていう、そういう感じだったんですけれども、一応ですねトラブっている部品ではあるので、ちゃんと製作に問題がないかどうかをチェックした上で出荷しようと、そういう話になったんですよ。一応設計から一人、まあ、この時は私の後輩が手を挙げてくれて、あ僕が行きますよっていうふうに言ってくれて、でその後輩が一人で行ってくれたんですけれども、でもちろん品賞に声をかけたわけなんですが、その時はですね、なんと品賞来たんですよ。で来たんですけれども、なぜか3人も来たんですよ。で若手の教育とかでちょっと経験を積むためにっていうので、なんか人数が増えてるとかなら分かるんですけれども、全員中年なんですよ。で各部署からですね、いやそんな人数いらんからって一人でいいよっていうふうに言ったんですけれども、なんかそこの品賞の課長がうんぬんかんぬんなんか丸め込んで、結局3人行くことになりましたと、そういうふうになったんですよね。でもちろんその課長もめちゃくちゃ評判悪い人でしたけどね。でその検査自体はもう難なく半日とかで済んだようなんですけれども、その後輩の話によるとですね、その後品賞の人たち3人がですね、夜の街に消えてったとか、なんかそういう話を聞きましたね。というのもですね、まあ、出張先北陸なんで、まあ、お酒とかお魚が美味しいと、そういうお店がいっぱいあると、そういうのが言われている地域だったんですよ。なので帰ってきた後輩から話聞いた時に、もうあいつら遠足かよっていう風に言ってましたね。で他にもいろんな話があるんですが、やっぱり悪い評判っていうのはその社内からでも社外からでもなんかいろいろ聞くのが、まあ、品賞っていう、そんな感じでしたね。最後まとめなんですけれども、なんかちょこちょここの品質に関するトラブルっていうのはなんかいろんなメーカーからニュースで取り上げられますが、もう当たり前ですけど品質を軽視するのはもう絶対ダメです。で今回は日野自動車を例に挙げましたけれども、過去に不正をやらかした他の企業に対してもこれはもう一緒ですと。で特に最近とかだともう三菱電機さんとかね、ちょっとひどいなっていうふうに思いますね。でこれニュース見た方もいるかと思うんですけれども、2022年、まあ、今年の5月にですね、その不正に関する問題のなんか3回目の報告書が上がってきたと。でこの1回目2回目3回目のこの不正の件を累計すると、16拠点の148件の不正があったっていう、もうとんでもないことになってるんですね。で次から次へもう不正が発覚しているので、もう意味が分かんなくなってるんですよ。でこの問題はまだまだ終結してなくて、もう未だにやってますね。でこういういろんなニュースを見たり、こう自分の経験を振り返ったり、まあ、あとは他のエンジニアの人からこう話を聞いたりとかいろいろしてみるとですね、やっぱり不正の起こるところで共通しているのは品賞が機能していないと、まあ、そういうところが多いですね。で本来品賞ってその社内の立ち位置としてはお客さんの代理みたいな、そんなポジションだと思うんですよ。
そのお客さん目線でこう厳しい目でここがダメとかここが問題だっていうのを指摘してってこうトラブルをなくしていこうと、そういうのが大事なミッションなんですよね。で、品商の人の主な仕事っていうのはやっぱり出荷前にちゃんと問題がないかとかを検査するっていう、そういう場面なので、結構最終防衛ラインみたいな、そういう風な感覚を持ってる方もいるかと思うんですよ。で、不正が起こる時っていうのはもう最終防衛ラインがもう突破されて陥落してると、まあそんな感じですね。ただこう自分の経験とかをこう振り返ってみるとですね、おそらくなんですけれども、そういう不正が起こる時とかの多くっていうのは、品商っていう最終防衛ラインがとうとう突破されてしまって、それで出てしまったっていう、そういうパターンではなくて、もう品商が最初からそもそも陥落してると、そういうパターンが多いんじゃないかなって思います。これは不正をやっていない会社でも意外とこういうところ多いんじゃないかなって思います。で、これどういうことかっていうとですね、本当に真面目で誠実に仕事をされているその品商の方っていうのも私何人か知ってるので、もうそういう方々には本当に申し訳ない話にはなるんですが、こう傾向として品商の技術レベルって低いんですよ。で、こう世間一般的にエンジニアっていうと、こう設計とか生産とか現場っていうイメージ持たれている方は多いと思うんですけど、品商も立派なエンジニアの一人のはずなんですよ。なのに私が聞いたり、まあ、実際に目にした中でですね、まあ、一番ひどい例を挙げていくと、そもそも図面が読めない、装置の構造を理解できない、なぜか現場に来なくて事務所でずっとパソコン画面とにらめっこ、検査結果測定結果の合否判定ができない、装置の具合が悪い時にその原因究明ができない、報告書は自分で作らずに他部署に作らせる、ただし表紙だけは作って、まあ、品商が作りましたっていう体にすると、もう申し訳ないけどこういう話ばっかなんですよね。でも何にもできてないので、なんか不具合があって、まあ、お客さんとちょっと話をしましょうっていう風になった時に、まあ、お客さんから質疑応答とか受けるわけなんですけれども、もうその時もずっと黙ってると、で結局マネージャーから説明したりとか役員から説明したりっていうので、なんとか乗り切るっていう場面がめちゃくちゃ多いと。そういうのが続いてるんで、お客さんも品商のこと信頼してないんですよ、ぶっちゃけ。で、私浮世絵の設計やってるんで、まあお客さんとの距離って近いわけなんですけれども、もうそういう声がね、もう普通に届いてくるわけなんですよ。で、そもそも品商っていう防衛ラインはもうとっくに陥落していて、じゃあ実質の最終防衛ラインってどこなのかっていうと、設計とか現場なんですよね。で、やっぱりトラブルとか問題が起こった時の対応ってもうめちゃくちゃ忙しいですから、やっぱりパンク状態になっちゃうんですよね。で、そのパンク状態になった挙句、まあ、上から圧力をかけられたり理不尽な要求があればですね、まあ仕方なくというか、まあ、コロッと言ってしまうんじゃないかなと、それが実際の不正の流れなんじゃないかと個人的には思ってます。部署問わず、まあ、いろんなエンジニアの方々って根本的なところはもう真面目で誠実な方が本当に多いと思うんですよ。で、これ若手の方で、まあ、これから会社に貢献するぞみたいな、そういう方ももちろんなんですけれども、これはもうベテランの人もそうですね。もう本当に真面目で誠実な人は多いと思います。ただですね、まあ、そういう人たちでもですね、腐った組織っていうそういう環境下で置かれてしまうと、やっぱり潰されてしまうんだなっていうのは今回の件を見て思いましたね。まあ、なんでかって、そうでもしないと20年も不正なんて続かないからですね。で、そうやって潰された結果、もう最悪のケースだと、いつの間にか自分が加害者側になってしまっていて、まあ、お客さんを傷つけたりとか、まあ、大きな健康被害とか損害を与える側になってしまったみたいな。他の企業とかのニュースを見てもですね、そこの会社が作った欠陥製品を作ったせいで人身事故になったとか死亡事故になったっていう、まあ、そういうのもあるので、これは本当に良くないと、そういうふうに思います。で、こういう腐った組織の環境下で働いているエンジニアの方々って、まあ根本的なところは誠実で真面目な方多いと思うので、こうふと自分の仕事について考える時期が来た時にですね、俺って何やってるんだろうって、なんかこうやりがいが分かんなくなっちゃったりとか、まあ、あとはもうどうでもいいやってこうひねくれタイプになっちゃったりとか、なんかそういう風になる方が結構多いんじゃないかなって思います。
で、最後なんですけれども、もちろん製造業の仕事ってこうやりがいを感じたりとか、楽しいなって思ったりとか、こうワクワクすることってすごいたくさんあるんですよ。で、その一方できついこととか理不尽なこととか虚無感を感じることっていうのもやっぱあるんですよね。もしかしたらですね、その視聴者の方の中に、なんか自分ってこうものづくりっていう仕事に対するその大切な何かっていうのを失ってる気がするなって、こうどこか感じてる方っていうのもいるかと思うんですよ。で、おそらくですけど、多分その直感は合ってます。で、私もそういう時期ってあったんですけれども、まあ何かそれを解消しないといけないなってやっぱ思ったりしたんですよね。で、私の場合はじゃあどうしてるかっていうと、まあ本読んでますね。で、本ってその堅苦しい本じゃなくて、その一番読んでるのが宇宙兄弟ですね。で、宇宙兄弟っていうのはその主人公のナンバムッタっていう、なんかもう天然パーマがえげつない、そういう主人公が、その元々自動車メーカーのエンジニアだったのが、その宇宙飛行士を目指していくっていう、そういうストーリーなんですけれども、その宇宙飛行士を目指していく道中でですね、まあ、いろんなミッションとか、まあ、いろんなトラブルとか問題とか、あとは理不尽なこととか、いろんなことがあって、まあ、それを乗り越えながらこうやっていくんですね。宇宙兄弟って笑える場面とかもいっぱいあって、すごい大好きな漫画なんですけれども、ただその一方でそのものづくりとかテクノロジーについてのその重要なエッセンスというか哲学っていうのもすごい詰まってるんですね。で、ネットを検索すればいろんなこう名台詞とかいろいろ載ってるんですけれども、で、中でも私が好きなのはですね、まあ、私機械設計ですから、ローバーの話とか、あと月面バギーの話とか、あの辺の話が本当に好きなんですよね。あそこを見るとやっぱりものづくりってこういう感情でやるべきだよなって、なんかそういうふうにこう我に返ることがあります。もし読んだことがないとか、なんか聞いたことはあるけどなみたいな、そういう人がいればですね、是非漫画買って読んでみてほしいなと思います。で、最後なんかこう閉まったような閉まんないような、なんかそんな感じになっちゃいましたけれども、私もまだまだバリバリの現役の機械設計者ですから、これからも皆さんと一緒にいいものづくりっていうのを目指して頑張っていきたいなと思っております。これからも一緒に頑張っていきましょう。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。最後にお知らせになります。このものづくりのすすめチャンネルでは、主に機械設計に役立つ情報とか、あとは仕事の内容とか、私の機械設計者としての考えっていうのを中心に、これからも情報発信をしていきます。動画がいいなと思ったら、いいねやチャンネル登録ボタンを押していただけたら嬉しいです。またコメント欄でコメントも受け付けております。いや、うちの会社だと実はこうでみたいな、まあそんな話があれば、ぜひいろいろ書き込んでみてほしいと思っています。それからものづくりのすすめというブログとか、ツイッターでも情報発信をしています。ブログの方ではもう投稿記事数が200を超えていて、非常にコンテンツとしては充実しているので、よかったら覗いてみてください。それから機械設計に関する悩み相談も受け付けております。まあ、今回の不正に関する問題とかもそうですし、あとは仕事とか、あとは会社に対するこう悩みとかを抱えている方はですね、概要欄のここならからリンクを飛んで、私の方にご連絡いただければと思います。それから副業で機械設計に関する仕事も受け付けております。概念設計とか詳細設計とか組図のばらしとか図面の電子化とか、まあ、簡単なものから抽象度の高いものまで様々受け付けております。もしご興味のある方は概要欄のメールアドレスからご連絡いただければと思います。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。